こんにちは、ハリファックサポートセンターの水谷です。この度はですね、当センターの、入学手続きサポートをねご利用いただいて、カナダの、高校のね、中学高校のね手続きをいただきありがとうございます。これからですね、今この動画をご覧いただいている方は、カナダのね、高校中学への入学手続きが終わって、あとは出発するだするぞっていうね状況の方だと思います。そんな方たちに向けて、これから、日本を出発して、そして、カナダの空港に到着して、で、向こうの、教育委員会の方、もしくはホストファミリーがね空港で待っていると思いますので、その方たちと出会って、ホームステイについて、人安心というところまで行くための、ステップバイステップというか、詳細についてご紹介したいなと思います。まずですね、日本出発してこれから行くわけなんですけども、そこはね、多分そんなに問題ないかなと思います。細かいことを言うと、これから書類、持っていく書類だったりとか紹介するんですけども、そういった大切な書類っていうのは必ず、機内に持ち込む、自分と一緒に、行くカバンの中に入れといてくださいね。また後でお話しますけども、スーツケースをねの中に大切な書類とか入れちゃうと、カナダ入国した時にそれまだないので、必ず大切な書類は自分と一緒に、パスポートと一緒に持っていくっていうようにしておいてください。カナダにね、行かれる方も初めての方もいらっしゃると思いますし、今回に関しては、この動画に関しては、これから留学される皆さんへの動画なんですけども、僕の中ではもう自分の、今まだ自分の子供がね、カナダに行くってなった時に、これちゃんとやってくださいよ、これ気をつけなさいよっていうようなことを、たくさん、メモして用意しましたので、ちょっとね、当たり前のことも話すかもしれないですけども、お付き合いいただきたいなと思います。でね、まずはですね、日本を出発して、カナダに着きました。で、この日本を出発してカナダに到着するまでに、直接カナダに行かれる方もいれば、アメリカを経由される方もいらっしゃると思います。で、アメリカ経由して、カナダに入っていく方もいらっしゃるので、一つ注意いただきたいのは、アメリカに入国するために、エスタっていう、手続きが必要です。これ、必ずしておいてください。これをしてないと、アメリカに入国ができないことになりますので、そうするともうカナダにもね、経由していくことになっているので、カナダにも行けないので、アメリカを経由される方は必ず、ESTA、ESTA っていうね、カナダに ETA、ETA っていうね、ETA っていうのがあるんですけど、それと同じもので、アメリカに入国するためにね、必ず必要な手続きになりますので、やってない方で、飛行機を買ったり、オンラインで飛行機のチケット買ったりとか、あんまり親切じゃない旅行会社さんとかだと、どっかにちょこちょこって書いてあるだけで、ちゃんと言ってくれないパターンもありますので、忘れないように、準備をしておいてください。で、このエスタっていうのは、アメリカに入国する3日前を切ると、もう申請できなくなるので、必ずもう3日余裕持って1ヶ月、ぐらい前には、必ずこのエスタの申請っていうのをしておいてください。はい。で、アメリカ経由にしろ、どこ経由にしろ、カナダに入ったとします。で、カナダに入国してから、2つステップがあります。で、最近のですね、空港はですね、結構、便利というか、簡素化されてて、入国して、降りた人たちの流れに沿って入っていきますよね。一緒にたくさんの人が降りると思うので、飛行機を。そこからの流れで、入国の方に入っていきます。そうすると、空港、バンクーバーとかトロントとかカルガリーとか大きいところだと、こうキオスクって言ってね、こういう機械が置いてあります。その機械に、自分のパスポートをピッて、ね、かざしたりすると情報が入って、で、何人で来ましたか、1人で来ました、何しに来たんですか、ね、勉強しに来ましたっていうふうにね、選んでいきます。で、税関税、何か申告するものがありませんかいうような質問が来るので、あれば、イエス、なければ、ないの方が、ノーの方が多いと思いますけども、ノーとかっていうふうに選んでいただくと、で、いただいて、最後にこうね、顔写真をそこで撮るんですよね。で、顔写真を撮って、そうするとレシートみたいなのが出てきますんで、レシートみたいなの。で、それを持って、今度、パスポートチェックっていうね、ところに行きます。パスポートチェックは、入国審査みたいなものなんですけど、このパスポートチェックっていうのは、すべての、入国者が、通ります。なので、あなたも必ず、そこを通ります。で、そこを通ったら、
何しに来たんだって言われるので、まあ、勉強しに来た、学校に、ね、通うっていうね、お伝えすると、その後に、イミグレーションへ行けっていうふうに言われます。で、イミグレーションっていうカウンターが、国際空港には必ずあります。で、この国際空港、まあね、日本だったりアメリカから入るときは必ず国際空港に入ってるはずなので、その国際空港にあるイミグレーションっていう、カウンターに行ってください。で、おそらくそのパスポートチェックのところでイミグレーションに行けって言われると思うので、その、イミグレーションに行っていただいて、そのイミグレーションで学生ビザが発給されます。で、詳しく言うと、出発前にお渡しするビザの許可証っていうのは、あれは許可証であってまだビザではないです。で、その許可証に実はこう有効期限がついてるんですけども、それはまだ、ビザの有効期限ではなくて、その許可証の有効期限になります。なので、その期限のうちにカナダに入国したら、学生ビザもらえますよっていう意味なので、ビザの有効期限とは違います。で、今度そのイミグレーションに行った時に、必要な書類っていうのがあります。で、そこで必要な書類を見せると、学生ビザを発給してパスポートにこう貼ってくれます。パスポートの書類にカチャッと貼ってくれるか、まあまあその人によるかもしれないですけども、ビザを、渡されるか、まあほとんどの場合こう貼ってくれると思います。その貼ってくるいただいた学生ビザっていうのを、持って、必ずそれを持ってから次の、乗り換えの方に行ってください。で、まあ乗り換えのない方はその後に、自分の荷物を持って、それから出口の方に出ていきます。で、出口を出ると、そこで、まあ、お迎えの方が待ってますね。バンクーバー、まあ、直行で行ける分っていうのは、まあ、バンクーバー空港、カルガリー空港、モントリオール、トロント、まあ、日本からだと直行便はこの4つ、4箇所しかないので、まあ、その4つの空港に行かれる方は、そのまま出口の方に行くと、そこで待ってるっていう形になります。で、ここからね、乗り換えをされる方、まあ、例えばブリティッシュコロンビア州だったらビクトリアとかね、カルガリーだったら、まあ、エドモントンだったりとかね、メレシンハットとかにね乗り継ぐ方、あとはどこだろうな、オンタリオもオタワだったりとか、トロントからだったらハリファックスとか、ニューブランズビックの方には、乗り換えが必要になってきます。で、そんな方たちは、乗り換えの方に進んでいくっていう流れになります。で、空港の中でですね、空港の中で大切なのは、ごめんなさい、空港の中の話をする前に、その今の、イミグレーションで提出する書類っていうのがあります。で、今、ですね、僕の方で、これを必ず持って行ってくださいっていう、チェックリストをですね用意しています。で、これはですね、まあ、当センターをご利用いただいた方にはですね渡しています。で、このチェックリストを、全部チェック、全部、書類を用意して、まあ一つの、まあ、こういうね、のに、入れて、ね、このに入れて、カナダに行ってもらうといいかなと思います。で、この動画のですね、下にですね、このチェックリストもダウンロードできるようにしてありますので、そちらからダウンロードしていただきたいなと思います。で、もしね、お時間ある方は、ちょっと一度この動画を止めていただいて、下の、リンクから、プリントを、見てもらって、まあ、それをプリントアウトしてもらうと、同じものを見ながら話していけるのでいいかなと思います。まずですね、一つ目、まあ、この中に一つ目ある、いくつかあるんですけども、一つ目がですね、もうこれ一番大事です。学生ビザの、許可証です。許可証なんですけども、ですね、まあ、許可証っていうのは、2枚口になってます。これね、こういうふうに、まあ、2枚になってるんですけども、2枚口になってるもので、こう先頭にこうバーコードがついてます。で、あなたの名前が書いてあって、あなたの、Your application to study in Canada has been approved というね、一番最初に1行目に書いてあります。あなたが、カナダで勉強するための、アプリケーションが承認されましたっていうね、のがあります。で、こう2枚目を見ると、こんな風にね、この許可証の、有効期限とか載ってます。で、これがですね、必ず、これちょっと今日ホッチキスしてないですけど、まあ、止めてでもいいですね。2枚で必ずこれは必ず持っていってください。これが、これを見せると学生ビザの許可が通ってるっていうことになりますので、必ず持っていってください。で、次にですね、今年から始まった、指紋認証っていうのがありますよね。皆さん、東京まで行かれたと思います。本当にすごい大変な
あのステップなんですよね。本当に北海道の方も沖縄の方も一度必ず、東京に行って指紋取って顔写真撮ってその情報が、カナダの方ね移民局の方に行くとこの、許可証が出るんですけども、この許可証と一緒に取得できたビザがね、バイオメトリックその指紋をね取りましたよっていう書類もあるはずなので、これも、一緒にね合わせて持って行ってください。まあ、当センターで手続きさせていただいた方にはこれは僕の方から送ってあるはずなのでお手元にあるはずです。1つ目2つ目これこうねセットして持っていきます。そしてですね、次に戸籍謄本を、英語に翻訳したものを持ってきます。でこれはですねビザ申請に使われたと思うので、そのビザ申請に使われた、まあ、原本と、戸籍謄本の原本と英語訳これをセットにして、またこの先ほどのやつも一緒に入れておいてください。いいですね。2つ、戸籍謄本の原本と、原本と英訳版を、ここに入れておいてください。で、4番目がですね、後見人の宣誓書っていうものが必要です。これはですね、カナダの移民局のサイトを見るとですね、未成年の方が入国する際に、まあカナダと日本で一つずつ公式なノータライズっていうね交渉を受けた書類を、まあ、持って入国することっていうふうに言われて、まあ、書いてある部分があるんですね。それが、この2つになります。なんで後見人のね宣誓っていうのをされたと思います。されているので、で日本で交渉を受けたものお父さんお母さんが揃って、ね、親権を持っている方が揃って、最寄りの交渉役場に行って宣誓してもらったと思います。その書類を、持ってきます。それと、私がねお渡ししてる、カナダ私がお渡ししてるカナダで、交渉を受けた書類この2つを合わせて、持ってきますね。これが、4番目です。新さん4番目ですね。入れていきます。で、これが4つ目で用意してくださいね。セットしておいてください。で、5番目に必要なのが入学許可証です。この入学許可証も、まあ、受け入れが決まった時点でメールでお渡ししてあると思います。で、そうでない方は、まあ、これ渡してない方はいないと思うので、ただないよっていうことがあればもうすぐにメールいただければPDF ファイルでありますのでそれはまたお届けしますので、持っていってください。で、それとホームステイの先の情報ですよね。なんでこう審査官にすれば、この未成年の子が日本からやってきた、でもこの子一体どこに滞在するのっていうことがわからないと良くないので、なので、まあ、もちろん私の方からお渡ししている高校のホームステイ先の情報を必ず持っていってください。で、カナダに到着してそのまま、高校がスタートするっていうね8月末に渡航する方とか、1月末に渡航する方っていうのはこれで OK なんですけども、もっと早くね日本を出てカナダに着いて語学学校に通われるっていう方もいらっしゃると思います。でその方たちは語学学校の入学許可証もと語学学校の間に、滞在するホーム制作の情報も両方合わせて持って行ってください。でこの時まだ高校のホーム制作がないかもしれないです。ここはなくても大丈夫です。とりあえず到着した時のホーム制作はあるはずなのでそちらを持って行ってください。なので、語学学校に通われる方、キャンプに参加される方は、その、まあ、入学許可証と、ホームステイの情報で、まあ、両方用意できる場合はね、高校の分も一緒に持って行ってくださいっていう形になります。で、まあ、その時点で高校のホームステイが決まってなくても、まあ、語学学校に通っている間には必ず決まりますので、まあ、決まり次第でお渡しさせていただきます。で、これがね、6点。大切な書類になります。で最後にですね、今回未成年の方が一人で、渡航されるケースがほとんどだと思います。まあ時々ねお父さんお母さんがついていくパターンというのもありますけども、基本的には、留学生の方が一人で未成年の方が一人でカナダに渡航するっていうことで、もう一つ、大切な書類があります。それがですね、まあ、未成年が一人で渡航するための、親の同意書っていうのがあります。これは何かっていうと、一人で単独で旅行するのを、親が親権を持っている親が、許可してますよっていうのを、作った同意書になります。これも、出発前に私の方で作成させていただきます。そして作ったものを、送りますのでそれを、持って行ってください。でそのね
書き方も、あるんですけども、まあ、1枚でいうとこういったものになるんですけども、これもまた下で、ちょっと説明はこの動画の下のね、ところで、このページの下でその詳しい書き方説明するんですけども、基本的には一番下の、お父さんとお母さんの署名が必要になってきます。署名と日付を入れてください。でもう一つこの一番下にシグネチャーオブウィットネスって言って、まあこのお父さんお母さんがこのフォームにサインするのを見てたよっていう19歳以上の大人の方が、名前と署名と日付と、まあ、ロケーションを書くところがあります。これを、入れてください、ね。お父さんのサイン日付、お母さんのサイン日付、そして一番下シグネチャーオブウィットネスっていうところに、証人、そのお父さんお母さんがサインするのを見てたよ、まあ、つまり見ててもらわなきゃいけないんですけども、見ててもらった方に、その名前、その方の名前と署名と日付とロケーション、まあ、ロケーションっていうのはもうシンプルに例えば東京ジャパンとか、愛知ジャパンとかね、熊本ジャパンとか、そんな風に、入れておいていただければ大丈夫です。でこれも一緒に持って、いきます。まあ、全てをね、この中に、こういう風にねファイルに、まあ、まとめて、一緒に、カナダ行く時に、持って行ってもらえればなと思います。これをですね、先ほど言った、カナダに入国しました。で、機械でやりました。で、シートみたいなものを持って、パスポートチェックに行きます。で、パスポートチェックに来て、勉強しに来たっていうと、じゃあ、イミグレーションに行けって言われるので、イミグレーションに行って、この書類を見せて、で、学生ビザっていうのを発給してもらって、パスポートにつけてもらってから、空港の出口の方に行く。で、乗り継ぎの方は、乗り継ぎの方へ。出口の方は出口の方へに行くと、まあ、お迎えの方が待っているっていう流れになります。で、そうですね、まあ、ビザが取れて、この、時期によっては、8月末の時期っていうのは、この手続き、すべてのね、9月から行かれる留学生がこの手続きをしなきゃいけないので、そのイミグレーションっていうところがすごく混んでる可能性があります。なので、乗り換えにはしっかり時間の余裕のある、ものを選んでほしい。乗り継ぎのある方はですね、乗り継ぎのない方はもう別にそこでどれだけ時間かかっても、まあ出ていけば大丈夫なの、そこにいるのでお迎えの方が。ただ乗り継ぎのある方はそこからまた飛行機乗って行かなきゃいけないので、まあ、遅れては困りますから、その乗り継ぎにゆっか時間に、ゆとりのあるものを選んでいただきたいなと思います。でとは言いつつも、乗り遅れたらどうしましょうっていうのを心配される方もいると思います。はい。これやっぱね、大人の僕らでもね、やっぱり乗り継ぎ失敗というか乗り遅れたりしたら、もうまあ、めんどくさいというか予定が狂うし、荷物だけは先行っちゃうし、いろいろと面倒なので、やっぱり初めて行く未成年のね、皆さんはすごい心配だと思います。まあ、なのでまあ、ゆっくり時間は余裕があるものがいいなと思いますし、ですけど、もし万が一、飛行機に乗り遅れた場合は、その航空会社の、カウンターの方に行って事情を説明していただいて、次の、便に入れてもらうっていう風に、することになってます。で、これはぜひなんですけど、僕がね、当選でご利用いただいた方には、僕がいつも行くカナダに行くたびに利用させてもらってる航空会社さん、旅行会社さんがあるんですけども、そこはですね、そう言った時のために、こう、電話する、電話番号、サポートデスクを用意してるんですね。で、そのサポートデスクに電話すると、もし乗り遅れた時にね、電話すると、日本語で、すいません、今、ビザを取るために並んでたら、乗り継ぎの飛行機に乗り遅れちゃいましたっていうふうに相談すると、わかりました。じゃあ、どこどこの、どこどこ空港でしたらどこどこのとこに行ってくださいって言って、そこに行って、もう話が通じない時は私が代わってくださいって言ってくれるので、その人に電話を渡して、その担当の方がその航空会社の方と話をして、次の便をセットして、次のここのゲートのこの飛行機に乗ってくださいねっていうのを言ってくれたりとか、もしその日にない場合はホテルの出入りだったりとかしてくれますので、なので
ぜひですね、そういったサービスのある航空券、航空会社を選ばれると安心かなと思います。別にうちが提携しているというか、うちがこう紹介しているところじゃなくても大丈夫なので、なんかこうそういうところも何かあった時にも電話かける電話番号がある、航空会社であればちょっと安心かなと思います。まあいくら安くてもオンラインで買って、もうそういうことがあった時にどうしようもないっていうのでは本当に困りますし、まあ日本から僕ができるサポートも限られてますので、空港では。なのでそこはできるだけ、そういうサポートのついた、航空券を購入していただきたいなと思います。でこれでですね、乗り継ぎをして、行きました。で、そうですね、そこの乗り継ぎをして次のとこに行くんですけども、乗り継ぎされる方はね、もうちょっと大事なことがあるのでもうちょっと説明させてほしいんですけども、僕ノバスコシア、これノバスコシアの高校のプログラムの T シャツなんですけど、全然関係ないですけど、このノバスコシアの高校に行く子たちは必ずトロントとかで乗り換えをするので、ちょっと詳しくお伝えしておきたいんですけども、初めてね、特に初めて飛行機に乗る方、空港一人で行く方っていうのは何が大事かっていうと、ゲート番号ね、ゲート番号とあとフライト番号、フライトナンバーっていうのがあるんですよ、便名っていうのが。で便名っていうのはエアカナダだったら ACAC606 とか AC010 とかっていうふうに、その便に番号がついてるんですね。でその便に番号がついてて、であとはその便の飛行機がこのゲート番号に何時から出発するっていうのが、その空港の中の電光掲示板とかこういうねモニターにもう常に出てるんですよ。なので、カナダ着いて、例えばトロントに着いて入国審査を終えてイミグレーション行ってビザ取った、そして、乗り換えの方に行く。で乗り換えの方に行く時は、コネクション、ね、コネクションっていう、サインを追っていってくださいね。で、もう少し詳しく言うと、ドメスティックっていうね、ドメスティックっていうのは内側のとか国内のとかっていう意味で使うんですね。なんでドメスティックコネクションとかっていうふうにね、っていうサインをこう追っていくと、その乗り換えの方に行けます。で乗り換えの時に行くんですけど、その、荷物、その後に間違えて出口の方に行かない、一回出たら戻れないので、絶対に出ないようにしてくださいね。外には出ないようにして、コネクションで、このコネクションもインターナショナルコネクションっていうところがあって、インターナショナルのコネクションだとカナダから外に、またカナダから、外国に、海外に行く乗り継ぎになってしまうので、そっちには行かない、ドメスティックのコネクションにつながっていくっていう風に、していただきたいと思います。そうするとその後またずっと進んでいって、こう掲示板っていうことね、モニターが出てくるので、そこで自分のフライトナンバー、例えばトロントからハリファックスに行くんだったら、その自分、そのトロントからハリファックスに行く飛行機の便名っていうのが自分の持ってる搭乗券に書いてあるんですね。搭乗券に書いてあるので、その搭乗券に書いてあるフライトナンバーの、を探す。で時間も合ってる、あれが僕のフライトだ、あれが私のフライトだと思ったら、そのゲート番号を確認する。例えば65とかだったら、65ね、空港に、ゲートナンバーの60から80はこっちとか、90から100はこっちとかっていうふうに、こうサインが絶対に見えるところにあるので、僕のゲートはあっちだと思って、そっちに向かって歩いていって、で自分のゲートを見つける。で自分のゲートを見つけると、そこに、ハリファックス行き AC なんとかって書いてあるので、便名もしっかり書いてあるので、もうそこで待ちましょう。そこで待ってれば、今からこの AC なんとか便に乗る方、スタートは搭乗開始しますとかっていうアナウンスが始まるので、そこで待ってる人がみんなずっと動き始めるので、そこを、に乗っていくっていうね。そうするとハリファックスまで到着できる。ハリファックスだけじゃなくてもね、乗り換えして到着することができますので、そこを必ず、この2つのポイントぜひ覚えておいてくださいね。フライト番号とゲート番号ね、この2つを使って、自分で、自分のゲートまで行くっていうのを、覚えておいてください。はい、これがですね、そうですね、この辺はしっかりチェックしておいてほしいなと思います。で、もう一つね、ちょっと話も前に戻るんですけど、ちょっとだけ出発前に戻るんですけど、今回カナダで携帯電話を使うために、フォンボックスっていうね、SIM
カナダで使えるね、スマホの SIM をね、申し込まれた方もいると思うんですよね。これ、この SIM が出発の1週間とか2週間前にご自宅に郵送で届きます。で、1週間切っても届かない場合は必ず連絡をください。で、その SIM が届いていて、で、電話番号がカナダの に出発する2日ぐらい前にメールで届きますので、で、そのメールにある電話番号もしっかりメモを取っておいてもらって、で、カナダに着いてから、その SIM を入れ替えると、もうカナダの携帯電話として使えますので、ぜひね、まあ、もし乗り継ぎた後に、次の飛行機に時間があったりとか、まあ、カナダに着いて、まだ、ホーム制作に着いたりとかね、したら、それをやってみると、電話番号使えるのでいいんじゃないかなと思います。で、まあ、ぜひですね、着いたよっていうね、連絡をぜひね、ご家族にね、ものすごい心配して日本で待ってますから、到着するまでね、こう、LINE でもね、フォンボックスにしても LINE はそのまま使えるはずなので、今、トロント着いたよとかね、今、カルガリー着いた、ホーム制作着いた、ホストファミリーに会えたよとかね、ちょってね、連絡すると日本のご家族も安心できるんじゃないかなって思います。あとね、空港でもカナダの国際空港っていうのは全て無料の Wi-Fi が使えるようになっているので、フォンボックス使わない方だったりとか、まあ、スマホでね、一度、まあ、Wi-Fi のね、接続のところを見ると、ダーッとこう出てくるね、バンクーバーエアポートとかトロントエアポート、Wi-Fi、フリー Wi-Fi って出てくるので、それを選んで、で、今度、インターネット見るためのね、見るためのブラウザを立ち上げると、なんだろう。接続画面に、表示されるので、コネクトとかね、アグリーとかね、同意しますとかっていうのをクリックすると、そのままインターネットにつなげてくれるので、そうすると、まあ、ね、連絡できるのかなと思いますね。で、もし、ちょっと、それで話戻って、飛行機に乗り遅れた場合は、飛行機に乗り遅れたことがあったら、それを使って、ホストファミリーに連絡したりだったりとか、迎えに来てくれてる人に、すいません、乗り遅れちゃいましたっていうのは連絡してください。もしも、もうどうしていいかわからないときは、もう僕に連絡してください。で、僕の方から、そっちの方に連絡をしますので、まあ、出発前に、一度、LINE だったりとか、つなげておくといいかなと思います。で、僕の LINE の ID もまた言っていただければ、メールで送りますので、登録してもらえればなと思います。これですね。はい。あと、もう一つ。まあ、今回こうやって学生ビザ取ってカナダに行かれる方っていうのは、ほとんどの方が、まあ、長期の滞在になるので、実はね、この場合、在留届の提出っていうのが義務付けられてます。で、在留届っていうのは何かというと、まあ、ね、日本人の私たちが外国に、住んでますよっていうのを、まあ、日本政府に知らせておくっていう意味で、外務省のホームページから登録することができます。ね、昔はこう、紙で書いて送らなきゃいけなかったんですけど、今はインターネットで結構簡単にできますので、現地着いたら、在留届を出しておくといいじゃありませんね。出してください。これは義務になるので、必ず、出すようにしてください。はい。それぐらいですかね、今日お伝えしたかったのは。まあ、あとはですね、空港の中でやっちゃいけないことっていくつかあります。空港の中で、まあ、特にあるのは荷物ですね。荷物を置きっぱなしにしたりとかね、して、ちょっとトイレ行ったりとか、絶対にダメなので、そういうことは絶対にしないように、してください。はい。そうですね。まあ、あとは、まあ、これぐらい、まあ、お伝えしておきたかったので、ぜひ覚えておいてほしいなと思います。まあ、高校生の場合は、もう、空港について、向こうの方と会えて、ホストファミリーについてしまえば、もう、あとはもう高校の人たちがしっかり、まあ、学校の行き方だったりとか、いろんなことをきちんと、面倒を見てくれますので、まあ、そこまでつけば、一安心かなと思います。はい。なのでね、まあ、安心して、まあ、カナダでの高校生活、中学生活をね、スタートするためにも、今、お伝えした、まあ、チェックリストだったりとか、まあ、注意事項とかしっかり守って、準備していただきたいなと思います。この他にですね、何か個別にね、相談だったりとか、確認していきたい、しておきたいことがある方は、お気軽にですね、ハリファックスサポートセンターの水谷まで、ご連絡いただければなと思います。それではですね、出発前の動画オリエンテーションを終わりたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんカナダでね、最高の、留学生活が送れるように、願ってます。気をつけてカナダに行ってきてください。ありがとうございました。